ろんな電車をくみくみ組み立て、ビュンビューンと走らせちゃうよ。レッツプレイ。ラーキューラーキューラーキュー、パチパチ。ラーキューラーキューラーキュー、パチパチ。ラーキューでパチパチ組み立てて、はい、新幹線こまち。それじゃあ早速出発進行。走ってる。かっこいい。ラキューでパチパチ組み立てたの。パズルみたいだね。いいないいないいな。他にもいろんな新幹線が組み立てられるわよ。おいしょ。ドクターイエローにハヤブサ、山手線もあるわよ。僕たちもラキューの新幹線を走らせたい。ラキューで新幹線作り、応援してくれる子はグッドボタン。まずはドクターイエロー作っちゃおう。中身をポイポイポイ。黄色いパーツがいっぱいだ。説明書を見ながら作りましょう。まずはパーツとパーツをイッとパチッと音がするまで差し込むのよ。パチッとパチッと気持ちいいですな。この黒い丸はタイヤだ。どんどんパチパチ組み立てて。あれ、なんかうまくはまらないよ。パーツをよーく観察してみて。うん、あ、よーく見たらちょっと違う。ラキューのパーツは7種類あるから、よーく観察して組み立てるのよ。ここのパーツが違ったんだね。間違えたらパキッと折って外しちゃい。それじゃあどんどん組み立てだい。ラキューラキューラキュー、パチパチ。見て見て、なんかバナナみたい。ほんとだ。だけどこれとこれを合体させると、じゃじゃーん、ドクターイエローの完成。ビュンビュンビュン。2人ともうまく組み立てられたわね。ハヤブサと山手線もどんどん組み立てよう。あやいさん、ハヤブサの中身は緑と白のパーツだ。パーツとパーツをパチッとな。ラキューがあればいろんな新幹線が作れちゃうね。パチッとするの気持ちいい。それじゃあどんどん、ラキューラキューラキュー、パチパチ。ラキューラキューラキュー、パチパチ。シールをピタッと貼ったら、じゃじゃーん、ハヤブサの完成。緑のボディがかっちょいい。次は山手線。中身はグレーと黄緑のパーツがいっぱいだ。パチッとパチッと組み立てて、ラーキューラーキューラーキュー、パチパチ。どんどん四角い形になってくね。屋根をパチッと組み立てて、えいっと合体。最後にシールをペタリンコ。じゃじゃーん、山手線の完成。高くて頑丈そう。ラキューでいろんな電車が作れたわね。早速ラキュー新幹線を走らせよう。出発進行。ドクターイエロービュンビュンビュン。ハヤブサにゴムチも、山手線もガタンガタン。次は三駒駅。駅がない。だったら駅もラキューで作っちゃおう。ナイスアイディア。カラフルなパーツがいっぱいね。こんな感じの駅にしたいから、これとこれをパチッとつなげて、ラキューラキューラキュー、パチパチ。屋根の部分はこの曲がったパーツを使おう。パーツをよーく見ながら組み立てればラキューで何でも作れちゃうね。ラキューラキューラキュー、パチパチ。ラーキューラキューラーキュー、パチパチ。できた。ジャンプモードつい。ラキュー駅。ビュンビュンビュン。次は三雲ラキュー駅。キキーンと停車。トンネルみたいにくぐって停車しよう。ビュンビュンと走って停車します。それにこうやって電車を入れれば、わあ、車庫になった。
ここから出発して遊ぼうよ。ドクターイルン出発進行、ビュンビュンビュン、山の手線もビュンビュンビュン。僕もっともっとラキューで組み立てて遊びたい。新幹線や駅以外にもいろんなものが作れそうよね。みんなだったらラキューで何を作りたい？いろんなパーツや色があるから何だって作れちゃうわよ。みんな困ってる。さあさあどこにいる？当たらねえぜ。
これじゃダメか。ガンガン負けないで。こうなったら、キャキャキャ、グンザクザ倒してやるぜ。そうはさせない。サンサンダンキーパーワンド。うわー、メ、メガー。ゆうちゃん、フラフラになった。く、これじゃ前が見えねえ。今日はそれで勘弁してやる。次こそ覚えてろよ。ふぅ、よかった。ラキューたち守れたね。このサンサンドラゴンのおかげだね。いいな、かっこいい。それじゃあ次はクモリンドラゴン作ろうよ。あ、いいの。やった、作ろう作ろう。僕の顔をつけてバナナも一緒につけちゃおっと。名付けてバナリンドラゴン。いいな、コマリドラゴン。サンサンとクモリンです。今日はこれ、ラッキューカプセルトイトレインシリーズ。パチパチつなげてかっこいい電車を作って組み立てたら連結合体だ。どんなロボットに変身するかな。レッツプレイ。パチパチパッチン、パチパッチン。見て、電車作ったよ。僕も。ほら、楽しそうね。つくもん。ねえ、二人とも、ラッキューに電車のガチャガチャがあるのは知ってるかしら。知らない知らない。欲しい。ガチャガチャだから何の電車が出てくるかわからないんだよね。ワクワクするの。回したい。じゃあ早速そのガチャガチャを回しに行きましょうか。やった、早速レッツゴー。さあ着いたぞ。2人とも言い忘れてたけど、回せるのは10回までよ。はーい、じゃあその10回でコンプリートしなきゃね。僕ハヤブサが欲しい。僕はドクターイエローがいいな。目指せ全種類コンプリートだね。コンプリートできるように応援してくれる子はグッドボタン。何が出るかな、何が出るかな。こいこい、ドクターイエロー。赤っぽい小町だ。どんどん回そう。うん、こいこいハヤブサ。白っぽい、これはのぞみかな。次行ってみよう。カプセルが水色だ。中身も青っぽいからこれ輝きかも。ハヤブサもドクターイエローも全然出てこにゃい。うん、カプセルが緑色だよ。あ、これハヤブサかも。だって中身も緑だもん。僕も黄色欲しい。どうだ、緑。うん、白。うおー、緑。うわー、赤。黄色のドクターイエローが出ないよ。あ、サンサン見て。あ、これ黄色だ。もしかしてこれコンプリートできたんじゃない。早くお家に帰って開けてみようよ。うん、スモー見て見て。あら、コンプリートできたのかしら。今からチェックするの。まずはこれ。中身はコマチ。こっちはのぞみ。これは輝きだ。こっちは僕の大好きなハヤブサ。これは僕の大好きなドクターイエロー。おお、コンプリートできたのね。みーさんさん、僕も我慢できないよ。そうだね、僕も早く組み立てたい。僕先にパチパチするね。説明書と同じパーツをパチパチパッチン。他にもパチパチしたらできた。これ誰がどう見ても完璧なハヤブサ。へえ、全然ハヤブサじゃない。もう説明書よく読んで。やっぱり違ったか。説明書をよく見ながら、ラーキュー、ラーキュー、ラーキュー、パチパチ。最後にシールを貼って、ハヤブサの完成。僕も僕も。ラーキュー、ラーキュー、ラーキュー、パチパチ。あれ、なんかちょっと違うかも。あ、ここが違うんだ。やり直し、パチパチ。ドクターイエローも完成。もっと組み立てよう。ラーキュー、ラーキュー、ラーキュー。パチパチできた。輝き、ラーキュー、ラーキュー、ラーキュー、パチパチ。こまち完成。ラーキュー、ラーキュー、ラーキュー、パチパチできた。のぞみ、他のラーキューも組み立ててできた。おー、かっこいいが大集合ですな。ハヤブサが3個、こま
のぞみが2個ずつ、かわやきとドクターイエローがそれぞれ1個ずつでね。ねえねえくもりん、見て見て、わすごい連結してる。ちょっとパーツを組み替えて全部つなげてみたんだ。僕この電車に名前つけてあげるよ。まもなくはやぶさ小町かがやきのぞみドクターイエロー新幹線が参ります。名前長っ。僕も組み替えてじゃじゃーん、はやぶさ丸。わーかっこいい、ロボットにしてみたんだ。野球新幹線でロボット、そうだ。ねえくもりん、この新幹線たち全部組み替えてもっと大きいロボット作ってみようよ。超巨大にするってこと？やるやる、すごくかっこよくて強そうなロボットにするんだ。じゃあまずはのぞみとこまちを崩して、あ、これ使えそう。つなげるパーツを間にパチパチはめたら、のぞみ&こまちのボディが完成。これにこのはやぶさもくっつけたらいい感じ。くもりん、そのままじゃ立てないよ。そうだったそうだった、そしたらここを変えて足完成。ここにも接続パーツをつけて、この2つはそのまま使っちゃおう。パチパチっと他のパーツもくっつけて、最後にこのドクターイエローをパチパチパチっと。そしたらラキュー新幹線ロボット、ラキュートレインマル、縮めてラキュマル完成。あら、組み替えて作ったのね。うん、はやぶさで足を作って、のぞみとこまちで胴体を作ったの。ロボットの手は輝きとはやぶさで作って、頭はドクターイエローで作ったの。こことか目みたいじゃない？うんうん、すごいわ、よく作ったわね。でしょ、このラキュマルは速くて強くてかっこいいんだから。ねえねえ、次は他のラキューガチャガチャ回して、もっと大きいロボット作ろうよ。作る作る、みんなコマンドレブー、さあさあどんどんリグイッツ。今日はこれ、ラキュー電車で車庫入れゲーム。ラキューの電車がビュン、そこ障害物を乗り越えて車庫に入るのはどの電車かな。レッツレイ、ラキュー電車が連結しちゃって、もっとミュミュン、二人ともつくもー、こまちがビューンって車庫に入っちゃった。なんで勝手に走ったの？それはあ、坂道。こうやって坂道を作ってラキューの電車を走らせたのよ。うにゃーい、ビューンビューンビューン。あれ、車庫に入らないよ。ラキュー電車をまっすぐ走らせるのがコツよ。そうだ、ラキュー電車を全部走らせて車庫入りゲームをしようよ。いいね、坂の高さも変えちゃって。なんか高すぎる気もするけど、トンネルの大きさも組み替えよう。パチッとパチッと、障害物も置いちゃうよ。ラキューで組み替えたり、いろんなものが作れちゃうわね。特製コースができた。早速走らせちゃおう。出場選手はこの8台、はやぶさ、ドクターイエロー、こまち、山手線、かがやき、火の鳥、のぞみ、蒸気機関車。障害物を乗り越えて車庫に入るのはどの電車かな。僕はドクターイエローを応援する。みんなもグッドボタンで応援してね。まずははやぶさ出発進行。うにゃ、バラバラになっちゃった。まっすぐ進んだのになんでなんで。高すぎるとスピードが出すぎるみたいね。坂を低くして、それじゃあもう一回挑戦だ。はやぶさ出発進行。惜しい、はやぶさ選手もう一歩でした。次はドクターイエロー出発進行。やった！ドクターイエロー選手成功です。こまち出発進行。おっと、それてしまいました。山手線出発進行。スポット綺麗に成功しました。輝き出発進行。うよ、
障害物に激突です。火の鳥出発進行、走ゴールに当たってしまい転倒。のぞみ出発進行、あいたたたた、蒸気機関車出発進行。お見事、成功です。シャコ入れチャレンジに成功したのはドクターイエロー、山手線、蒸気機関車でした。見事なシャコ入れでしたぞ。もっといろんな電車のシャコ入れも見たいわね。だったらラキュー、ラキュー、ラキュー、パチパチ、ラキュー、ラキュー、ラキュー、パチパチ、じゃじゃーん、三段特定新幹線と消防車パトカー新幹線、二人ともすごいわ。お友達が送ってくれたお絵描きをラキューで再現したんだ。サンサン特製新幹線は見た目がサンサンそっくりなんだよ。消防車&パトカー新幹線はこっちが消防車でこっちがパトカーなんだ。そっくりに再現できたわね。それじゃあ早速サンサン特製新幹線出発進行。やったぞ、引っかかりながらも成功です。次は消防車&パトカー新幹線出発進行。なんとこちらも成功です。成功した電車はこの5台でした。パチパチパチ、ほら次はこうして連結させて走らせよう。小町&山手線チーム、輝き&蒸気機関車チーム、はやぶさ&火の鳥チーム、ドクターイエロー&のぞみチーム、サンサン特製新幹線&消防車パトカーチーム、どのチームが成功するでしょうか。トンネルも長く組み替えて準備完了。小町&山手線チーム出発進行。うにゃ、ゴールにぶつかっちゃった。次は輝き&蒸気機関車チーム出発進行。おっとちょっと引っかかったけど成功。はやぶさ&火の鳥チーム出発進行。なんとスポット綺麗に成功です。ドクターイエロー&のぞみチーム出発進行。やった、こっちも綺麗に成功だよ。サンサン特製新幹線&消防車パトカーチーム出発進行。おお、スポット入った。ナイスゴールだったわね。失敗してもまた挑戦して遊んじゃおう。僕もう一回走らせて遊びたい。ラキュー電車で車庫入れゲーム組み立てて遊びてドキドキしたね。みんなもラキューで電車を組み立てて遊んでみてね。ラキュー電車のお絵描きも送ってくれてありがとう。僕たちが再現したのはゆななちゃんとりのちゃんのお絵描き。二人とも、とっても上手だね。みんなもラキューで電車を作ってシャコ入れゲームをして遊んでみてね。みんなコンテレバグサンサンとくもりんです。今日はこれ、ラキュー新幹線シリーズ、輝き、のぞみ、ひなとり、蒸気機関車、いろんな電車を組み立ててパチッと連結。ドクターイエロー、ビビュン、はやぶさもガタンゴトーン、ラキューでパチパチ組み立てた新幹線もっといっぱい走らせたいね。二人とも進もう。小町と山手線が連結してる。いいのいいのいいの。ラキューで引っ掛けられるパーツを作って後ろにパチッと、あとはこれを後ろの電車に引っ掛けるだけ。僕たちのドクターイエローとハヤブサもポチッとしたらスポッと連結。もっといろんな電車と連結したい。だったらじゃじゃーん、ラキュー新幹線シリーズのおかわりよ。おお、輝き、のぞみ、ひなとり、蒸気機関車組み立てて連結させよう。連結遊び応援してくれる子はグッドボタン。それじゃあまずは新幹線輝き、青色と白
説明書を見ながら作りましょう。パーツとパーツをえぎっとな。パチッと音がするまで差し込むのよ。パチッとパチッと組み立てて、うん、美味しそうなドーナツ。いや、タイヤでしょ。タイヤもパチッとに、パチッとできない。どのパーツと組み合わせるのかな。ラキューは7種類のパーツの他にこのジョイントパーツもあって、タイヤはこれと組み合わせて使うのよ。これで走れるようになったね。どんどんパチッと組み立てたら、じゃじゃーん、新幹線輝きの完成。ミュンミュンミュン。この調子で残りの電車も組み立てよう。まずは新幹線のぞみ。パーツをチャラッと出したら、蒸気機関車。パーツをチャラッと出したら、ラキュー、ラキュー、ラキュー、パチパチ、ラキュー、ラキュー、ラキュー、パチパチ。黒くてクールでしびれますな。じゃじゃーん、組み立て完成。前に作ったラキュー新幹線と並べると、うん、大迫力。それじゃあこれを連結していこう。僕はドクターイーロンを先頭にして、後ろはのぞみ、火の鳥と山手線もつなげちゃうよ。だったら僕はハヤブサと輝き、小町と蒸気機関車も連結させようと、引っ掛けられるパーツを作って、後ろにパチッとスポット連結。2人ともうまく連結できてるわね。できた、連結合体ラキュー新幹線。うひゅー、いろんな電車が勢ぞろいだ。早速走らせて遊んじゃおう。作って書いて投稿すると、いいねやコメントもらえちゃう。遊ぼうサンサンキック。ラキュー新幹線出発進行。パタンパトーン、パタンパトーン。あ、お客さんがいるよ。向こうの駅まで乗せてください。いいよ。じゃあここに乗せて出発だーい。で、お客さんが落っこちちゃった。ちゃんと乗れる席が必要だね。だったらお客さんが乗せれるようにラキューで座席を作ろう。こんな感じで箱を作って、さっきみたいにパチッと連結。お客さんを乗せちゃって出発レディゴー。これで安全に走れるね。うん、あれはこの荷物を運んでください。はいはい。さっきの箱をもう一個用意して、荷物を詰め詰め。まだまだたくさん荷物はあるわよ。これじゃあ小さすぎるから、もっと箱を大きくして、今度は横に連結だ。うん、これで荷物が全部入るね。よし、次の駅まで出発レディゴー。もっといっぱい連結したいな。今日のお絵